岡崎夫婦のこちらのラジオではセブ島生活5年目の夫婦が日々の生活で感じるあれこれを発信していきます。今週も一週間お疲れ様でした。お疲れ様でした。ということで、今日は7月の9日、もう僕らの帰国が迫って、そうですね、もう来週だから、来週帰るぞっていうので、あのニュートランクも買っちゃったりして、ちょっと機運が高まってますね。そうそうそう、まあちょっとね、本当に帰れるかやっぱギリギリまで前よ、まだまだ心配っていう、ずっと心配。でもまあ着実に、ね、第一関門は PCR 検査ということでとかね、もうあと帰ったら寿司食う、回転寿司食うぞみたいな、もうそういう何食べるかを今どんどん盛り上がってる。常に空き時間で検索しまくってほんまや、ちょっと早くね、ちゃんと無事にね帰りたいなと思ってる、ね、そんな今日この頃ですけども、今週やったこととして僕からまず言いますね。はい、今週、先週の日曜かに、はい、アメリカ人の友人というか、うん、からお誘いがあって、あのアメリカ独立記念日を祝ってきましたもう初めての経験すぎてわけわからなかったけど、まあ、厳密に言うと、うん、そのアメリカ人の友人が、誕生日なんだよね。誕生日と独立記念日を合わせて祝うみたいな、そうそうそうって感じで、俊介たちどうやみたいな、じゃあ行くわっていうので行ってきて、もうほんの久しぶりになんかスーパージャンキーなご飯を食べたねそうそうそう、ほんま久しぶりに、ね、ハンバーガー全部美味しくて、もうほとんど手作り、その彼女というかね、そうそうそう、パートナーがね、フィリピン人なんですけど、フィリピンのシェフで、そう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 、いろんな料理作ってくれるんですけど、すごいよね、うん、パンから作ったって言ってたね。いや、こねて作ったとかね、ハンバーガーのパン、なんかパフっていうのかな、あれね、からなんか、うん、なんかもうとにかく全部美味しくて、ハンバーガーもパテか、うんで、まあ、美味しかったのと、まあ、誕生日プレゼント僕らも選んだやつ喜んでくれてというか、うんうんうん、よかったね、いろいろね。いや、よかったよかった。楽しかった。ではもうほんまに感覚で、その、まあ、前住んでたとこの、コンドミニアムで知り合いになったら、まあ、そうそう、ちょこちょこ話には出てきてるんですけど、これもずっと聞いてくれてる人は、あの人かなみたいな人なんですけど、まあ、アメリカ人と、フィリピン人と、で、さらに最近前のコンドミニアムにベトナム人の子が、引っ越してきて、みんなその人とも、そのアメリカ人の人と友達になってたというか、まあそこで初めましてみたいな、まあ、いろんなつながりの中で、そうそうそう、初めましてのあのベトナムの方と、もう一人フィリピンの男性の方、そうだから本当に4か、僕ら日本人でしょ、アメリカ人にフィリピン人にベトナム人っていう、その4カ国の人がこう集って、全部で8人ぐらいかやったけども、うん、なんか国際色豊かやなって俺はちょっとなんか感動してたね。なんかこのパーティーすげえみたいなこのコロナの時期に、ね、こんないろんな、確かになんか民族じゃないけど、うん、いや楽しかった。なんかそれで結構それぞれのカラーというか、こういう時どう考えのとか、うん、なんかアメリカ独立記念日、特に僕ら初めてやったから、こうどんな感じで祝うのみたいな、じゃあなんかアメリカの国家カスの音楽流してくれてたりとか、うんうん、なんか新しかったね。新しい経験やった。確かに T シャツをなんかアメリカのやつ。そうそうそう。めっちゃ好きだなと思って。いや、そう、やっぱそういう濃いんやなとかもさ。で、そのフィリピンの、うんうん、フィリピンの独立記念日どうしてんのとか、そういう話もなったし、うんうんうん、非常に楽しい有意義な時間やったな。フィリピンも国旗は持ってるよとか言ってた。そうそう、前ここで話題になって、誰が買うねん問題みたいな。フィリピンの方、そうそうそう、車で運転してたら道端で売ってる人が、ね、フィリピンの物売ってる人がフィリピンの国旗やったみたいな、独立記念日のエピソードを僕が喋って、うん、で君も買ったのみたいな話をしたり、いやもう買わへん買わへん持ってるみたいな、持ってるからみたいなあ持ってんねんややっぱりみたいな、なんかすごいなんか新しかったな。いややっぱそれはやっぱ日本ってですね、あんま植民地化された時期がないからさ、うん、独立とか ね、そういうのがね、ない感覚だよなと思って、そうそうそう、フィリピンもアメリカもね、独立記念日があって、いやいや、なんか面白かった。まあそれと同時に、うん、やっぱああいう場になった時に、いやもっと英語を喋れたらなって毎回こう思うというか、うんうんうん、やっぱり知らん単語がちょろちょろ出てくるし、うんうん、あとやっぱそれぞれの訛りが出てくると、やっぱこっちが英語力ちゃんとしとかんと、訛りの部分のこのなんだろうな、キャッチアップが非常に難しいというか、まあ、私たちもなまってるからね。そう、だからそれぞれやん。でもやっぱりしっかり母国語の人たちはキャッチアップできてるやん。なんか
非常になまってたとしてもこうフォローできるというか、うん、まあ、聞き慣れてるってのもありそうだ、ね、そうそうそう、だからそんなのもあってやっぱもうこう底上げしたいなというのを感じさせられた、まあいい、いい ね、自分の触発を受けたなという。たまにやっぱ触発ないとなんかやっぱ英語勉強しないよね。せんな、うん、なんか今のままでこと足りてると思ったら別にな。そうなんだよね、うん、フィリピンがすごく英語なんだろう、やっぱ聞こうとしてくれる環境だからさ。そうね、それも大きいよね。ああいうなんか結構しかもみんなそれぞれちゃんナチュラルスピードで喋ってたやんか、うんうん、だからなんかところどころあのなんかミスなんていうの、聞き逃してるやつとかあったりとかして、うんうん、ああやっぱこのスピードきついなみたいな。そうだね、うん、みんな基本英語で仕事してる人たちだったから。そうだからなるほどなみたいな、うん、ちょっとこれまあまあレベル上げなあかんなっていうのを今回見た感じ。私はビサヤ語も上げたいんだけどね。ああビサヤね、改めて思った、うん、思った。なるほどなるほど、まあそんないい機会だったね。またやっぱ人に会うっていうのは非常に大事だよね。うんうん、特にまあ本当に国籍違うと非常にこう触発される部分多かったなっていう、そうって感じのことが先週日曜日ありましたよっていうのがまあ僕サイドで、でちゃんやすはどうですか？あのなんかその日本に帰るっていうんで、うんうん、やっぱお土産を買って yes, yes. 帰りたいから、まあ、何がいいかなと思って、まあ、ちょこちょこ、うん、あの、ね、ちょこちょこ考えてるんですけど、帰るのも久しぶりだし、そうで、ちょうどふらっとまあなんだろう、アヤラのメトロに行ってさ、うん、なんかお土産探してたけど、やっぱなんだろう、マンゴーはなーみたいな、もう揚げすぎてるしなとか、なんかちょっと一味違う。しかもマンゴーもなんかほんま好き嫌いパッキリ分かれるから、そうそうそう、ドライマンゴーなんか揚げにくいんだよね、正直。そうそう、なんかうちの弟は好きだけど、なんかそれ以外別に普通みたいな、好き嫌いとかあるから唯一一人好きな人を知ってるぐらいで、そう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 、だからで、まあせっかくだからな、その知り合いにいっぱいあるのでと思って、うん、でたまたま見つけたのがそのなんかカカオニブのなんかスーパー、はいはいはい、そうそうスーパーフードの、うん、しかもなんかボホールのやつで、うん、そのカカオニブって結構粉末が多いんだけど、うん、この塊になってて、うん、それをなんかチョコレートでコーティングしましたみたいな、ちょっと食べやすい感じにしましたみたいなやつを、うんうん、はい、ね、今日試しに食べてみたら、俺は初めて知ったけどね、それをめっちゃうまいくて、うん、でもしかもなんか体にいいんでしょ。あ、そう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 、そスーパーフードとされてる、そのカカオ豆をちょっと何焙煎したもの、うん、なるほど、だったりするんだけど、うん、カカオがいいの、体にカカオはいいって言われてるね、なんかポリフェノールとか、うん、なるほど、の豆の、そうそう、もう体にいいよっていうのだけで今日食べたけど、そう、まあ別に普通に美味しいね。そう、あれをまあチョコレートになるまでと大体粉末させてるのは、なんかこの豆自体はね、うん、が大体見た目がカカオニブっぽいんだけど、うん、今回食べてみたいのがそのなんだろう、普通にまだ豆みたいな状態のやつを、うんうん、焙煎されたものをちょっとホワイトチョコでコーティングしましたみたいな。これはもうサムネにあげようよ。そうだね、うん、ちょっとなんか上めっちゃ破っちゃってるけど、買ってんのってか、ちゃんとしたやつ。あ、そこ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 、それにしてる。それで試しで食べてめっちゃ美味しかったんで、今回これを堂々とお土産に持って帰ろうと思って。しかもなんかボホール原産やから、なんかそう非常にこうフィリピンのお土産っぽいしね。そう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 、いいよねこれ。そういいの見つけたなっていう感じだよね。そういいの見つけたなと思って、これはだいぶそのなんていうのらしさと、そうだ、でしかもいいもんっぽいし、そうそうそう、俊介くんはなんかこのお土産に、うん、あの赤いソーセージを持って帰るとか言って、なんかそうそう、何やったっけな、あの、まあ、フィリピンでザ・フィリピンの真っ赤ななんかソーセージが、そうそうそう、これあげたい人がいて、いや、まあ、フィリピンに住んだことある人だったら、そうそう、何ていうのかな、あのほんまのソーセージ、赤い真っ赤っかな着色料すごそうなソーセージをなんでこんな赤いんってソーセージ今回ね、普段来てた、そのよくフィリピンに遊びに来てた人が、今なかなか来れない方に、来れないからその人に会うんで、そう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 、何がいいかなって考えた時に、まあジョークというか、そうそう、これ買ってきましたよみたいなやれたらなというふうに、まあ作戦練ってるんですけど、いや、まあ、でもあの真っ赤なソーセージ本当フィリピン人にザ・フィリピン人、めっちゃフィリピン人好きだよね、あのソーセージ、うん、でもあれをなんていうのパックで買ったら30本入りとかになってまうんで、あ、そうそう、今日はあのバラで2本ずつだけチーズ味とクラシックの一番メインのやつに行こうかって、さすがにな、あんなにもらっても多分いらんやろと思って、まず俺がいらんからな、あんなにだからちょっとね、まあまあ、お楽しみ感覚ぐらいで細切れに切って、お笑い要素的なね、みんなで食べましょうっつって、こんな感じそんなもできれば、なんかぜひなんか聞いてる方、あのなんかおすすめのなんかお土産とかあったら、
なんかコメント欄とかに書いていただける、ね、僕らもあの動画作ってね、カハールとか言ってたけど、ね、そうそうね、カハールも一通り今回会う人たちあげたというか、そう、確かに配ってんだよね、知ってるから、まあ別のっていうのでそうでね、ドンパパかとかも思ったけども、あれまたね、そう、ドンパパはまたこれはこれでなんか今結構探しづらくて、うん、ね、そうね、店頭ないんだよね、そうそう、なかなかなくて、そうね、まあまあそんな感じで、ちょっと今回はこの道をカカオニブと、うん、まあ、あの定番のオタップら辺とか、そうね、取り入れて、ちょっと準備しましたよとあとはもうほんま買えるだけですね、我々そう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 、準備は着実にそうです、ね、アイテム的なやつは揃ってきたなっていう、そう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 、って感じですかね、はい、感じです。今週はまあ来週も多分準備に明け暮れるんでしょうけど、まあまあいい感じに、はい、あの進んで、あとはほんま帰りたいなという思いが膨れ上がってるという、そんな感じです、はい、っていう感じですと。じゃあ、続いて、漏れたニュースコーナーの方に移りたいと思います。漏れたニュース、こちらのコーナーではセブフォーカスで取り上げられなかったけどできれば紹介したいニュースを発表していこうという、そういうコーナーです。はい、今日シェアさせていただきたい、漏れたニュースは2つありまして、まず1つ目がですね、今年の4月から6月の3ヶ月間で、はい、セブ市でですね、うん、夜間外出禁止令違反者っていうのが8331人出ましたよということで、8331人が逮捕されたそうです。ということで、いやー、一応捕まってんだなってそれよ、456でさ、こんなに今いろんなことが曖昧になる中、うんうん、あの捕まってる人おったんやっていう、ちょうど先週の漏れたニュースで、あのジプニーが24時間運行、そうなんよね、 OK になりましたっていう話で、でもそのしかも夜間外出禁止令は発令した状態なんだよねって言って、うんうん、そうだねみたいな、でもジプニーは走るんだねみたいな、どういうこっちゃっていう話で、まあいろいろ僕らも喋ったんですけど、まあ、それはジプニー自体はまあ夜間働いてる人向けの、そう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 、ってことで夜間の勤務者用にみたいな話でやってたんやけど、非常にこれもルールにルールの上乗せして分かりにくいよなっていう話してた、だからもうほんまにどっちかなんかどうにかしてほしいなとかうんぬん言ってたんですけど、ニュースとして今回新たに出てきたのが結局8000人ぐらい捕まってたっていうことで、だからやっぱどっかでなんか取り締まってるんだなっていう感じですよねしかもよ、あのこのまあ調査の段階で、まあ、捕まった人たちに聞いたこの取り調べというか内容で、多くのセブアノ人は、うん、セブ市の夜間外出禁止令が11時、まあ、23時ですね、うん、に始まることを忘れていたというと、うん、で午前5時に、終了しますって書いてるんで、うん、まあ分からなくなるよなっていうのと、うん、なんかもうわけ分からない、まあ、分からんかったって言うしかない人たちも結構いると思う、ああ説明的に、うん、あ忘れてたんですみたいな、外出知らなかったですっていう、まあ、確かに捕まったらそう言うか、うん、確かに俺らもそう言うわ、まあまあそんな感じ、マスクなしで家出てた人が、まあ、3000人捕まってたりとか、なんかまあなんかちょこちょこ捕まってはいるっぽいということで、はいはい、あの油断はならんなというのが今回感じたことって感じですね。どこなんか、いやほんまやね、どういうスタンスでさ、気まぐれ逮捕じゃんこれ、なんか感覚的にいや本当なんか思う、そう思う、わからんよね、別になんか車とか走ってそうな感じも、いやなんせだってジプニーも走っててさ、ジプに乗る中でなんか夜間勤務なんですとか言ってまえば、だからどっかのローカルの道端とかに急に来てなんか一気に捕まえてたとか思うぐらいの、いやーよくわからんよ、マスクやってないとか言ってるし、だからあんまりなんだろう、街中というか、うん、まあ、モールとかも含めて、はいはい、歩いていて市内でマスクしてないってまあ見ない、まあ見ない、とマスクしてないとしたら本当ローカルのこう細道入っていったら、うん、まあ、してなかったりしたりとか、はいはい、まあ、顎だったり顎マスクとかは見たりするけど、うん、でもたまらんよな、こんなめちゃくちゃなルールの中でさ、ピピピピって言われてさ、君あれだよみたいなって、えみたいな、ならんちょっとそれはかわいそうやなと思ってまうっていうのが、まあ、今回の漏れたニュースでしたという、そんな感じですね、まあ、まあ注意受けてすぐ返されるぐらいなんかな、今は分からん、うん、もう詳しいその罰の内容は書いてないけど、まあ、とにかくここでは逮捕って書いてたねっていうことですね。これはまあ一つ目、続いて二つ目の漏れたニュースがですね、はい、サラ・ドテルテですね、ドテルテ大統領の娘さんが、うん、ガルシア州知事に、今日あったということで会いに行った。でその時がいらっしゃってるんですね、セブ市に。あ、確かにそういうことか。うん、あ、でそれがあの今日の記事で載ってて、うん、まあ、その訪問理由が個人訪問ですよということで、うんうんうん、ドテルテ大統領が言ってるということなんですけど、うん、何や個人訪問っていう。まあ政治的に言ってるわけじゃないですよ、勉強しに来たんですよって言ってるけど、まあ
もう大統領選を睨んでのだろうなっていうね、顔出しな感じはめっちゃする。そうな、なんかあのガルシア州知事に会ったことで、まあ、非常にいろんなことを学びましたみたいなのをあのサラ・ドテルテが言ってるらしいんですけど、あの、まあ、どうなのかなっていうのが、まあ、あれですよね。で、出番って表明してんねっけ、サラ。マセベさんは立候補 してるんだよね。けど、ドテル大統領は出てほしくないみたいな。そう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 。出る、言ってんだよね。もうそれ平行線みたいな感じで。うん、もう この仕事は女の仕事じゃないとか言ってる。言ってるらしいね。まあ、しかし、あの、街中にサラ、ゴーサラってもう、至るところに。サラランみたいなやつが、そうそう、結構至るところにあったね。この度ね、いろんなちょっと車走らせたら。あ、こんなところにも同じ看板あったわ。もうめちゃめちゃあるやん、みたいな。そうそうそう。いや、だからもう、こっからや、おりますみたいな、ないやろっていうのとかさ。どうなんすね。あとはなんか、パッキャオとかもね。パッキャオと、ね、あと、誰だっけ？ゴーさん？ゴーさんはね、そうだね。とかも、いろんな、こう、いや、どうなっていくんかなっていう感じだね。それぞれが。おのおの動き出してんなっていう、まあ、まあなんせ、サラさんは今セブンにおるらしいというね、うんうんうん、あそういう、ね、記事が出てましたというそんな感じです。どうなることでしょう。はい、では続いてコメントの読み上げに移りたいと思います。はい、今日はですね一つコメントを読み上げさせていただきたいんですが、はい、小田真奈美さんのコメントで、はい、マク担当のバランガイでも、うん、土日は国民 ID 作成に多くの住民が来ていますよと。ほー、ね、まあ、僕らこの前あの初めて、はいはいはい、ま、直で見たよっていう。そうそうね、J センターモールに行った時にもうすごい行列が並んでました。そうで、この小田真奈美さんは聞いてみたらしいんですよ、この並んでる人に、はいはい、で聞いてみると皆さん ID を持っていない方々でしたって。これが非常にこう僕ら的にはすごい、あ、価値のある情報やなということ で、 本当です。あ、なかなかやっぱ持ってない人が来てねやっていうのが、うん、こう新鮮な情報というか、取れるっていうのは大きいんだね、かなり大きいんやろうな。なんかほんまに想像するじゃん、うん、やっぱこうか日本、まあ、僕らってもう簡単、ある意味も簡単にというか、うんうんうん、保証されてる ID、まあ、大体まず保険証はね持ってるし、もう最低ラインというかね、うん、絶対持ってるし、あ、まあまあ免許もあるしみたいなね、うんうんうん、っていう感じ。運転免許証がかなり力を持ってたりとかさ、はいはいはい、まあ、運転免許もね、ここは結構やっぱ取れる人と取れない人もちろん、でも要はそうね、確かに、うん、まあ、そのいかに政府発行の ID がやっぱ保険じゃない、保険証がやっぱり日本はさ全員入れるから、うん、いやいや、だからその上でさ、フィリピンはそれがやっぱないから、ね、いや大変なんやろうなとかさ、うん、もしなかったらとか想像したら結構大変や、なんかいろいろ。そうだね、一個もないって、うん、政府はこんで、しかもなんかいざという時は ID 見せなさいとかさ、うん、はい、やっぱこうそのタイミングで何か言われたらどうしようとかさ、うん、俺持ってないよなとかさ、うん、やっぱ動き制限されるやん、うん、とか想像すると、いやーなんか苦い思いしたことあるやろなとかさ、うん、それが今回発行されますよってなったらさ、うん、もうやっぱり取りたなるわなとか、いろんな、うん、今回ちょっと想像を膨らませてというか、いやでもこんなに殺到してる理由はまあそういう方が多いからっていう、いや、そういうことだよね、うん、いやほんまに理由なんだなっていうのがこの、ね、まなみさんによって、そう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 、本当に思った。しかもだからこの企画というかこのプロジェクト素晴らしいなというかさ、ピルシス自体、うん、そうそう、いや多くの人救うやろうなというかさ、あ、うん、なんか警察に ID 見せろとかさ、うんうんうん、ないですみたいな、結構なんかしんどいやん、なんか感覚的にどうなの、そこのあれか、いや分かる、まあ、でも、まあ、国としても管理できなかったところを管理したいために作ったものでもある、うん、まあ、まあ両方マッチする形だよね、うんうんうん、ない人からしたらあった方がいいし、そう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 、いや今回これは本当にいい情報やなというか、うんうん、まあ、なんか政府的にもいいし多分国民的にも嬉しいものなんだろうね、うん、ね、うん、いや本当学んだなっていう感じだよ。ちょっと本当にうまくいってほしいですね、この後もね。そうですね、うん、まだまだあのなんだサーバーがダウンしたりとかってちょこちょこ問題起きてるんで、ちょとにかく並ぶのが大変そうなんで、そうだけがね、まあまあいろいろあると思いますけど、まあ、今年中には完了するんかなっていう感じなんで、ぜひ頑張ってほしいなという感じですね。はい、ということで小田真奈美さん、貴重な情報ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、今週はこれで終わっていきたいと思います。はい、質問や読み上げてもらいたい内容がございましたらコメント欄に書いていただければと思います。それでは良い週末をお過ごしください。さらばー。